今ねメルガは、エチオピアの陸上選手。専門は長距離走、クロスカントリー。2011年世界選手権、男子1万メートル同メダリスト。2009年8月にベルリンで開かれた世界選手権の1万メートルで4位に入り、9月の IAAF ワールドアスレチックファイナル5000メートルで優勝を飾った。2010年に開始した、 IAF ダイヤモンドリーグの5000メートルには年間7戦すべてに出場、オスロとローマで優勝を飾るなど前線で3位以内に入り、初代種目別年間王者に輝いた。2011年3月には世界クロスカントリー選手権シニア1 2トルで優勝した。同年8月に韓国のテグで開催された世界選手権の男子1万メートルと、 男子5000メートルのエチオピア代表に選出される。その1万メートルのレースでは、最後の400メートルを52秒、53秒で走ったイブラヒム・ジェイラン、モハメド・ファラーには、敗れたものの銅メダルを獲得。続く5000メートルのレースでも、ファラー、バーナード・ラガトに続き3位でゴールしたが、レース中に、レーン侵害したためゴール後に失格となった。 2011年のダイヤモンドリーグ5000メートルでも2勝を上げて2年連続で種目別年間王者を獲得した。2013年にモスクワで開催された世界選手権の1万メートルでもエチオピア代表に選出されたが12位に終わった。ありがとうございます。